今回はナチュラルメイクを紹介していきます。はじめにマックミネラライズチャージドウォーターリニューアルディフェンスを顔に吹きかけます。そして次にゲランの下地を顔になじませていきます。ファンデーションはアディクションのティンティドスキンプロテクターの4番を使用していきます。 BB クリームほどカバー力はない感じで、 CC クリームにどちらかというと近い感じで、ナチュラルなメイクにはぴったりなファンデーションだと思います。このように手で軽く広げていきます。赤みがあるところや気になる部分は少し指にとって叩いていくようにしてつけるとカバーできます。そして余分な部分はこのスポンジで取っていきます。次にこのボックスがすごく可愛くてパケ買いしてしまったポール&ジョーのフェイスパウダーを使用していきます。この大きなパフにパウダーを取って一度オフしてからつけると厚くつきすぎずに綺麗につきます。顔全体に軽くなじませます。次にメイベリンマスターブローのブラウンの2番を使用して眉毛の形を描いていきます。続いてレブロンのカラーステイブローメーカーの1番を使用していきます。ブラシの反対側の部分を使ってノーズシャドウもこの時に入れていきます。私は一番明るい色をノーズシャドウとして使っています。眉毛マスカラはブルジョアのドロールドゥスシル N21 番を使用していきます。付け方は何度も動画で言っているのですが、表側と裏側両方につくように塗っていきます。続いてアイシャドウはドドのミスブラウン MB730 を使用していきます。一番明るいクリームタイプのものをアイホール全体に広げていきます。そして次に薄い色を今塗ったところと同じところぐらいまでアイシャドウをのせます。そしてブラシで一番濃いブラウンをこのように目尻の方から目頭に向かって色を入れていきます。そして何もついていないブレンディングブラシで上の方に向かって伸ばしていきます。そして目尻から3分の1あたりまでもブラシで入れていきます。最後に右下の明るい茶色を目の中央から目頭の方に向かって軽く指でのせていきます。次に MAC のプロロングウェアアイライナーのブラックアイスを使用していきます。まつげの際の部分にまずはこのように描いていきます。ナチュラルメイクなのであまり濃くなりすぎないように仕上げたいので、これを少しぼかすように伸ばしながらブラシで描いていきます。目尻の部分の跳ね上げも少しかすれた風にするのが流行ってるので、このように仕上げていきます。そして私はエレガンスのこのまつげ下地になるんですけど、カール力があるのでこれをマスカラの先にやってビューラーしてからいつもマスカラをしてます。そしてボリュームタイプのメイベリンのマスカラを使って目力をアップさせていきます。下まつげも丁寧にのせていきます。逆側も同じように上まつげ、下まつげ、丁寧に色を塗っていきます。
続いてメイベリンのデュアルカラーブラッシュの1番コーラルピンクのチークをこのように乗せていきます。続いてハイライトは MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカーペードを使用します。ハイライトの入れ方はおでこ、鼻筋、目の下に三角に入れていきます。そして最後に顎にも少し乗せます。そしてグロスはジバンシーのグロスレベラトゥーパーフェクトピンクです。これは本当にお気に入りでいつも使ってます。このように塗ったすぐそばからもうピンクに変わり始めます。下唇と上唇の色が全然違うのが見てわかりますかね。すごくお気に入りです。これでナチュラルメイクの完成です。そして続いてギブアウェイの当選者発表を行います。1番のマックの当選者はしおり黒川さんです。そして2番の当選者はキノエムリーさんです。そして3番のアイライナーの当選者はチャンリオさんです。そして最後1番人気があった4番の当選者はみゆおおきさんです。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。本当にたくさんの応募をいただいて本当に嬉しかったです。初めてギブアウェイをやったんですけれど、なんか全然応募がなかったらどうしようってすごい不安だったので、たくさんのコメントいいねしていただいて本当にありがとうございました。また機会があったらギブアウェイの方もやっていきたいと思っているので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。